はい、お疲れ様です。昼休みの保護猫たちです。心配でやっぱりね、どうしてもちょっとこの子見に来てんねんけどね。あれ、またね、ちょっとね、目つきが怖いっすね、やっぱりまだね。あと今日あの子病院連れて行って、この子もちょっと検査連れて行こうかな思って、この子と2匹連れて行こうかな思って、このゲージ開けようかな思ってね、うん、それでこの上の子をちょっと下に置いたりしようかなとかいろいろ考えてる。もう上は暑そうやからね、うん、まあまあまあご飯も中、今このこれ、ね、チキンのカルカのチキン入れたってけど、まだこの子持てないね。子猫だけちょっとやったんですよ。この子も次、その次はこの子もちょっと入れて、もうだけどあっちも限界やからね、うん、この子と5匹入ったらもうしんどいやろね、向こうね。この子ね、ちょっと見にくいからね、うん、ここもちょっと抜いたらんとね、しんどいと思うけどね。まあ言うてる前ね、4月、もう言うてる前からね、もうちょっと辛抱で、なんとかね、まだすぐ4月入ったから言うてすぐできへんからね、うん、工事、いろいろかかるのもあかんと思うし、ね、まだこの子も来てないね。ね、サビちゃん。この子は食ってましたね、さっき。ないよ、ないっすよ。ないっすね、ちょっと。出てますね。これでちょっとね、昼休み、ちょっと、終わりかけやけど、これ橋だ、ここね、さっき、早速行ってました。ほとね、ちょっとね、あの、これを作業してる時にね、今、気ぃついてるかな、なんか気ぃつきます。ちゅうかね、首輪取ったんですよ。さっきここで、わー言うから何かな思ったら、ロクちゃん。こっちやったかな、ロクちゃん。こっち足短いかな。ロクちゃんがちょっとね、あの首輪のね、ほつれた糸でね、その歯に引っかかって血入れてたんですよ。ちょっと大丈夫かな、この子かな、これ読んちゃう、ね、こっちはね、ロクちゃんこっちだ、あれどっちが靴下の方がいいん、分からんようになってもうた、あれロクちゃんやね、こっち読んちゃうね、うん、こっちあっちロクちゃんやね。ほら、こう、血出てるでしょ、足のとこ引っかかって、これ、カーに、それでもう首はやっぱり危ないからね、うん、取ったんですよ、歯血出とったけど、口大丈夫かも、見せてみ、さっきも見てんけど、まあ、霧は止まってんねん、これ、血出てるでしょ、首はやっぱり危ないっすね、うん、事故の元になるからね、引っかかったりして、うん、だから全員一応取ったんですよ。おばちゃん。あれがおばちゃん。ちょっと寄ってきすぎ。寄ってきすぎやめな。当たりすぎ。よしよし。ちょっと分かりにくなったけどね、4段、6段。首はせんかと分かりにくいけど、ちょっとこれね、ものすごい外、ちょっと暴れてるんだから、何かな思ったら。首輪が引っかかってもうて、ね、この血、ほら、ちょっとだけついてね。うん、よしよし。なんか覚える方法、靴下の長さもそんな変わらんね、見たら。四ちゃん、六ちゃんの違いって何やろう。懐くっていうとこやね。この子が懐いてんの、2番。そろそろここもね、ちょっと、ないじゃん。ここもね、これどけん足らんとね、熱なってくんちゃうかな。今はマシやけど。ね、はいはい、うん。ちょっとな、首はな、もう嫌やな。もう帰ってきててよかったですよ、もう、ほんまに。血だらけになってるってことですよ。ほんま首は、気ぃつけた方がいいっすよ。これ、どういうのかな。
あ、もうなもな。下踏んでまうよ。ね、ヨンちゃんを取った。これ乳首折ったってんじゃん。何これ。ほら。よしよし。お札、ね、これも乗って。汚い木やけどね。まあまあ、こんなもんすぐボロボロ。綺麗なよりね、ここはちょっと、うん、ゴミ屋敷の中に野良猫がおるみたいな雰囲気の地帯があってんけど、まあこんな皿のこうでもだから、ちょっと予定外ねんけどね。これからちょっとネット今から切って、ね、登れるようにしようかなと。あの緑のネット余ってるやつあるから。ね、それでどれやったかな。これは、どこやったかな。これね、ロクちゃんのやつ、これ。全部取ったって言うけど、ロクちゃんのやつは、番号のやつ、これ、この紐、これが、これ、わかります？この紐、こいつが口に、歯の間に引っかかって、これ。この紐、ちょっとしたことやねんけど、ここ、ほつれてるやつが歯に引っかかって、歯茎、歯と歯の間やとね、歯茎のとこに当たって血だらけだと。だからちょっとね、気ぃつけとかんと。うん。ここらもね、ほんまに長いからね、5番と7番言うことは、チャトラ君とか、なんてじゃ、キタロウちゃんとかももう向こう入ってるからね。まあ、おとなしいんやけどね、性格。もうそろそろね、長いことここの生活、一番長いからね。今日、検査連れて行って、できたら向こうに出してあげようかなと。向こうに出すんやったら今度ね、やっぱりね、隠れるとこがやっぱり必要になってくるからね。いろんな皆が、もっと増やさんとダメですね。あそこら空いてるけどね。まあ、これ、ロシアンちゃんも今ここに寝てるんですよ。これがね、もう開けれるようにしたんですよ、ここ。これ先取らなあかんけどね、ここ、これを取っ、こいつをどけといて、開けれるようにしたんですよ。ここでね、こなして、止めといて。うん。まあ結構ここ気に入ってんね、みんな。うん、ここがね。な、アメちゃんもちょっとだいぶ慣れてきます。だから、こなして入れた方が懐くかもからね、逆に。これがで今日、ここら全部、日曜片付けようもんね。こことかね。ここらのいらんもん。いらんもん。ここの、ここらとかね。ここらの、必要じゃないもん。この中とか。これをシャッターのガレージ、もう一個借りてる方に、持って行って、ちょっと離せるようにしたら思ってね。うん。ここで遊べるように。下手したらもうひょっとしたらここにも、ちょっと仕切り。ちょっとなんか作って、もうそのまま放し飼いにしたろうかなと思ったりもしてるんですよ、ちょっとまね。うん、それはまあ、ちょっと考えて、最悪ここら全部片付けて、こんなもん全部向こう持って行って、ここでちょっと遊べるようにしたろうかなと思って、放し飼いで。そうしたった方がええかなって。ね、はい。ほら、はい。はい。おいで。もうちょっとでしょ。おい、おいで。ちょっと下がってんねん。おい、おいで。シャー君、にゃん。にゃん。わかんねん。もうちょっとやねんけどね。今日初めての挨拶。シャー君。おいで。はい。もうちょっとでしょ。ええ顔なんて来とるからね。おいで。あの子はまだやけどね。なんとかこの子ね、この子を、検査連れて行って、これオスやからね。多分オスなんですよ。オスやったら向こう思い切って話したろかなと思うんやけどね。多分馴染まんでしょうね、まだ。なあ。うん、まあ、今日ね、動画をちょっと撮って見てもらおう思ってんけどね、病院で、うん。ちょっと白いのが見えへんからね、汚れてんのもあるし。うん、まあ、ね、見てもうて、ね、この子やったら、なったら一番やけどね。一応ね、やっぱり、いろんな人おるから、うん、虐待しはる人もおる中で、ただ渡すだけじゃね、やっぱり、この子も、ほんまにその人の子がわからん中で、うん、確認するものもできたら、ね、この子が言うんやったら、ちょっと見せてほしいな、いうの、ありますね。うん、それから、ね、もし、この子がそうやったら、引き渡し、うん、
ていう形にしたいなと思います、ね、だけどちょっとね何ちゃんやったかな、まだ忘れた、何ちゃんって呼んでみてって言ったけど、何ちゃんかもちょっと前もって見てたらよかったんけど忘れましたね。多分僕が何ちゃんって言うたかって多分来ないっすよ絶対に、うん、なあかなり目つき悪いよなあ。この子もちょっとねまだ最後に取ったコースはこれもまだ懐いてないんですよね。そんなにここさっきここも好きやね。この子もママもさっきここに入ってるしね、うん、何なんですかねストレスですかね、うん、分からんけどね。まあちょっとねここ空いたらちょっと考えたりこの子をこっちに入れようかなと思ったりね。ヨンちゃんあのサビちゃんがちょっと気になるのがあそこにずっとおるでしょ、うん、なんか合わんのかな思ったよね港。そうやったらこの子らをその空いたとこにこっちに一旦移動さそうかな思ったりね、うん、ね、ここの2匹とここの2匹次今日は連れていけんけどこのここの2匹も空きよう思ってんすよ。だからあっちの工夫がどれだけストレスないようにしていくかやね。まだねロシアンちゃんも懐いてないからねこれ慣れてないからねここにね。あの子も案外ね、懐いてると思います。あそこで一人でおるけど、まあ、自分の空間にいるやつが多分誰でも欲しいと思うけど、この子もね、意外とこうでもあっち行ったりこっち行ったりしてるしね。もばちゃんも、うん、今日ここで寝てるシーンあるん、シーン中かね、ここにおったし、朝見た時ね、ここで寝てました3人で、まあ行けると思いますよ。で、アメちゃんもね、これ水飲んでるシーンもね、今日撮影監視カメラで。うん、ここで飲んでるシーンも見たしね、うん、何してんの、うん、まあこれもね今日言うてはったのこれ作ったからね。これ結局ねあのボンドあかん言うたらボンドを攻めダインで固めてタッカーでしょ単車のシートとか打つやつそれをここホッチキスみたいなやつねそれをもともとホッチキスみたいなやつ打っとるけどこれ大きいやつそういうのちょっとちっちゃいやねんけどそれで売ってこれ全然ガチガチやからねもう、うん、何でもね僕結構直すの好きやからね、うん、ただ壊れたからポイっていうの好きじゃないんですよ、うん、だからもういろんな工夫し持って使おう思ってね、うん、大丈夫かお前なあちょっとな怪我な痛かったなほんま大丈夫かちょっと分かれへんかな。お前泣かんと分かれへんわ。なんかね、この子と違うとこってどこやろうな、たまに思って。何がちゃうんですかね。よう似てるもん。足の長さも、こんな変われへんもんね。この子の場合、こんだけやもんね。あの子はちょっと長いね。ちょっとだけ。はいはいはい、まあ、こんな感じです。昼休みの方向の猫です。はい、ありがとうございます。